トリーモデルとしての役割を。今日メインでお話をさせていただきますプレイステーションビータ、それがその成長戦略の一端を担うものだと私たちは考えております。新しくハードウェアを買わなくてもすでに持っているハードウェアで十分にゲームができるようになるということがあるわけですから、まあ、その時代が広がったのかなというふうに思っているので、多分日本のゲームマーケット自体もですね、大きく伸びていると思いますね。ビータに行きましょう。三国志キングダム、新ゲーム体験へとエスコートします。まずは踊り子クリドッペ、手軽にできる感じですいうことをお伝えすることはできません。そこで今年の6月に任天堂 3DS が目指すのは広さと深さを両立し、さらなるゲーム人口拡大を実現して、あらゆるゲームファンの皆さんにご満足いただけるようなプラットフォームにすることです。こういう携帯のハード機でもすごくソフトの内容も充実してて、で、ゲーム自体すごくその奥深いゲーム性がしっかり確立できているので、まあ、ソーシャルとはまた別の、このラインっていうんですかね、しっかり盛り上げられる状態になっているかなというふうに感じました。